数も知れない遊女の中で今を盛りと咲き誇る並ぶものなき椿だゆいい夜男は星の数抱かれた数さえ知れぬ身は愛など信じたことはない、いつ死んだとて怖くない、なのにこの胸なぜ騒ぐ、今になって知った恋。おばちゃんよ、当世この里は椿太夫の噂で持ちきりだぜ。え、大宮の大臣も尾張町の旦那もおなじみ様みんな、一体椿はどうしちまったんだってご立腹だよ。私も困ってるんだよ。一晩200両という金の動く吉原一の花魁が、あの伊勢屋のせがれの徳三郎に居続けさして、ぱったり客を取らなくなっちまって、日本橋の伊勢屋といや大棚だい、その若旦那でからいい客かと思いきや、揚げ代を花魁に未然に切らして孫を気取ってるってじゃねえかい。花魁の稼ぎは花魁だけのもんじゃねえ、店から茶屋からあしら牛太郎までみんながそれに預かってんだい。そこらをわきまえた野郎ならともかく、あの坊やじゃ、おいらのマブにゃ到底いけねえや。空が知らんできた。また夜が明けちまうんだね。椿、お前といると時が過ぎていくのが惜しくて仕方がない。ねえ、わっちがどうしてお前さんだけなのかわかりんすか。わからないよ。あの晩